あなた自身の理想の死に方を教えてください。めちゃめちゃ難しいです。まだ死に方ですか。考えたことなかったです。そうですね。これって何かを達成してからとかそういうことですか、それともその死ぬ状況のことですか。まあ、あのどちらで捉えていただいてもいいと思うんですけれども、やっぱ友達に囲まれて死にたいとか、まあ、死ぬ時は別に囲まれてなくてもいいですけど友達に囲まれて人生を送りたいですね、うん、そんなに友達多くないんですけど、うん、でもやっぱりなんていうんですか、自然と一緒にいて楽な友達は案外つながってて、そういう人たちを大事にしていきたいですけど、なんかドラマじゃない、映画かな、映画でワイルドスピードっていう映画好きなんですけど、そこでなんかこうみんなで友達でみんなでファミリーって言って食卓を囲んでる姿が結構自分は好きで、でまあなんかそういうのに、まあ鎌倉市全体ではないですけど、こうつながれる場がなんかこう今のインテルサッカーチームの活動にも結びつけばいいなと思って、今自分はサッカーやっていて、そのなんかコミュニティを大事にするっていうのは、その自分の友達を大事にするとちょっとつながってるかなと思いますね。なんでその大きくなくていいんですけど、小さいこう自分の仲いい友達と一生付き合っていきたいなと思います。なんかあんまり有名になるよりも有名になってみんなに知られるよりも、そういう方に自分はなんか重きを置いてるので、それが達成できて、そういう中で死にたいっていうか。